9月14日土曜日なんですけども、これはですね、大学のホームページにも書かれていることなんで、公開されている情報ですから、ここで喋っても問題ないと思うんですけども、今の学長がですね、えっ、ー、と、出張でメキシコに行かれたんですよね。で、これは、詳しい経緯は、ちょっと僕もよ,、ま、よくて全くわかんないですけども、日本とメキシコにある大学の学長が集まって、2年に1回かなんか、 えっと、その学長ばっかり集まった会議をするんやってね。ほんで、今年はメキシコで開かれる年で、で、えっ、ー、と、まあ、独協大学の学長もなんかこう、招待されたってことなんですかね。ちょっとその、な、流れはわからないですけど、まあ、とにかくそのメキシコに行かれたんですよ。で、メキシコに何日か行かれたんですよ。その具体的な日数までは公開されてなかったんで、ちょっと相談控えますけど、まあ、とにかくその会議に出席する ためにメキシコに行かれたんですよ。で、個人的にはメキシコには行ったことはなくて、行ったことはなくてっていうか、そもそもあの、アメリカ大陸の南アメリカ大陸とか、南米っていうの行ったことないんですよ。北アメリカ大陸は行ったことありますけど、南へ行ったことがなくて。で、あの、本当にこれ、あの、率直なことをお話しすると、なんていうのかな、 海外とか、まあ、国内もそうかな。あの、行ってみたいところと、まあ、まあ、正直、まあ、大変申し訳ないけど、どっちもいいみたいなところなんですよ。行きたくないところもあるっちゃある。例えば、まあ、ま、あものすごい過酷な環境みたいなところとかさ、見たことない虫がいっぱいいるようなところとか絶対行きたくないけれども、まあ、そういうところもあるんですけど、まあ、まあ、あの、行きたいところ、行きたいところとか、また行きたいところっていうのと、 まあ大部分はこう、まあどっちもいいかなみたいなところと、まあごくわずかな絶対行きたくないみたいなところなんですけど、メキシコってね、どっちかっていうと行ってみたいところ寄りなんですよ。ただ、まあいかんせんまず遠いですよね。この地球儀の裏側みたいなところがあって、今調べたらメキシコに羽田とか成田とかから向かう場合の一番早いルートが行 どこ乗り換えこれどこどこ乗り換えどこ乗り換えなんかわかんないけど、えー、っと、17時間50分って書いてあるな。どこあー、サンフランシスコね。まあまあそうやろうな。そういう西海岸のどっかで乗り換えて、みたいな感じでしょうね。乗り継ぎが1時間50分で、トータルの移動時間が17時間50分やったっけまあねー、ちょっと、 と、なんていうのかなあの、前言ったかもしれないですけど、僕最近海外に全く行ってなくて、最近乗った飛行機で一番長い距離を移動したのは、羽田、宮古とか、羽田、石垣みたいな感じで、3時間ぐらいじゃないが多分最長なんで、今ね、12時間飛行機に乗るっていう感覚がもうわからないっていうか、なんか正直どっちかっていうと、なんか乗りたくないなみたいな感じなんですよね。で、とはいえ、 まあ南米で言うと、一番南、まあ、まあメキシコは南米じゃないけど、南米って言わないけど、南米、今ずっとな,なんか北と南に分けてきたけど、よく考えたらメキシコって南米じゃねえなって今,今更気づいたけども、まあでもまあどっちかっていうとそのメキシコ行ってみたいところなんですよね。で、なんか <laughs> あの、まああのメキシコって言われた時にさ、こういう感じの、こういう感じの帽子があるじゃん。で、なんかこういう感じの、この何ていうの、サボテンみたいなのがあったりすると思うけど、イメージとしてね。 まあ、それは、まあ、そういう場所もあるでしょうが、別にそれだけがメキシコってわけではないと思うんですけどね。なんでメキシコ行きたいんだろうな。あれか。あ、二つあるな。一つは多分僕が割と仲が良か、仲が良い、えっ、ー、と、高校時代の同級生がいいんですけど、まあ、その人がメキシコに行ったことがあるみたいなことを言っていて、で、なんかメキシコに割と詳しかったりするんですよね。で、その人の話を聞いたからかもしれないのと、もう一つは、あれだな、あの、ジェームス・ボンドの、 映画のジェームズ・ボンドのスペクターの最初がメキシコシティが舞台になってるんだな。で、なん,なんかそのメキシコシティの街並みが出てきていて、なんかメキシコシティの街並み、なんかね、ヨーロッパそのものって感じがするんですよね。その一部分しか見えてないかもしれないけど。なかなかちょっと行っ,て行ってもいいかなっていう気はしたんですよ。ほんで、まあとにかく、そこのメキシコに行って帰ってこられた学長にですね、ちょっと用があって、まあメールを送ったんですよ。 で、まあ、メキシコ行ってきたの知ってるし、割とそのスケジュールが強行軍だったんで、ま、あなんかちょっとこう、もっとゆっくりされたかったんじゃないですか、みたいな感じのことを、まあ、振ったんですよね。そしたら、えっ、ー、と、ご丁寧にお返事をいただきまして、その仕事の件以外にメキシコに関するお返事もいただきまして、手強かったって。なんかね、高地であると。2000メートルを超える高地だったんで、血中酸素濃度の平均が89だった。 で、これ89って言われてピンとこないと思うんですけれども、コロナのね、初期の頃って、ここの郵便のところにカポってはめて、血中濃度を測る、えー、機械みたいなのがね、我が家にも実はありますけれども、あって、で、それが低くなると入院するみたいな話だったと思うんですけど、これはあの、学長も書いておられるけれど、その滞在期間の血中酸素濃度の平均が89だって、個人情報かな。<laughs> <laughs> 血中濃度って個人情報かなわ、まあ、かんない。ごめんなさい。そうだったらこ、この動画削除になるかもしれませんけれども。89ってコロナでコロナだったら入院するレベルやよね。だからやっぱり、こう、2000メートルのところで暮らすっていう感覚が僕にはないので、メキシコには行ってみたいと思うが、すごくこう苦しいんじゃないかとかね。 考えちゃいますよね。だからいわゆるコーチトレーニングとか言ったりしてさ、そういうところに行って、トレーニングするアスリートをいますけれども。ちょっとそこは想像できないな行ってみたいような、行ってみたくないようなって感じかなまあでもどうだろう。17時間だからちょっとこうさ、一歩は踏み出せないでいるけど、3時間ぐらいのところにメキシコがあったら行くかもしれない。なってすごい失礼なこと言ってるかもしれないけど。まあでもメキシコという国にはね、ちょっと興味があるんで、うちメキシコに関する本はないよな なんていうの一般的なチリの本のとかあるけどメキシコの本はないよな。でもちょっと図書館でも行ってみようかなっていうふうにちょっと思いましたね。ほんじゃまた。